アウトレットモール時代のウォーターガーデン。背後は大洗いマリンタワー。中央の植え込み部分は現在は通路となっている。大洗シーサイドステーションは茨城県大洗い町に所在するオープンモール形式のショッピングセンター。2017年7月までは大洗いリゾートアウトレットという名称のアウトレットモールだった。 八ヶ岳リゾートアウトレットを手掛ける株式会社八ヶ岳モールマネージメントが運営する茨城県内では初となるアウトレットモールとして2006年3月18日に開業した東日本大震災の影響2011年3月11日に発生した東日本大震災により店舗に津波等の被害が発生し休業を余儀なくされた被害額は 約40億円、復旧十6億円を費やし、震災から約4ヶ月後の2011年7月16日に営業を再開した。営業再開とともに、当施設及び大洗町、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の震災被害を伝える写真展、復興記念ギャラリーが開設された。当初は2011年9月までの開設予定であったが、後に、 貴重な資料や写真が増えたために区画を増やし、2017年夏まで公開が続けられた。テナントと運営者の確執2017年3月7日、直売店、大洗前賀市場及び大洗いガルパンギャラリーを運営する株式会社、大洗いクリエイティブマネジメントが、八ヶ岳モールマネジメントが実際に警備員を配置していないにもかかわらず警備費を徴収していたことに抗議。 八ヶ岳モールマネージメントがこれに応じなかったとして、モールからの撤退を発表した。八ヶ岳モールマネージメント側は警備費の不正徴収を事実無根と否定し、さらに、ガールズパンツァーの経済効果は一時的なものに過ぎない、ファミリー層の集客にふさわしくないなどと作品、そのものを非難する声明を発表し、作品のファンから大きな反感を買った。この騒動は、 結果として、以前より、客足がかんばしくなかったモールの人大な、イメージダウンにつながり、マイワイ市場及びガルパンギャラリー撤退後、わずか4ヶ月ほどで八ヶ岳モールマネジメントは、経営権を手放さざるを得ない状況に陥ることになる。なお、両店は撤退の翌月に、大洗リゾートアウトレットに隣接する県あり地を借り、仮設店舗を建て営業を再開している。 運営者の変更2017年7月、八ヶ岳モールマネージメントは、本施設を株式会社不動券へ売却し、同施設の運営から撤退することを表明。同月、不動券は株式会社、お笑いクリエイティブマネージメントへ施設を転売、不動券の子会社である、株式会社不動産開発研究所とともに、新たな運営者となり、施設名称も、 大洗シーサイドステーションに変更となった。現在入居しているテナントは営業、入れ替えをしながら施設の改修を行い、2018年4月27日にオープンモール形式のショッピングセンターとしてグランドオープンした。第4話に登場。冒頭のエキシビジョンマッチに登場。ありがとうございます。